はい、はい、7月29日土曜日のエミューの世話です。はい、あーすごい暑いね。あれ渡ってる、あ、聞くものしか目の前に、気をつけて、うんうん、いやー日本中のヒートマップが赤と紫、魔界に。おはよう。おはよう。あら、おはよう。最近来てくれる水町かな、それかやってくるたびに小松菜あげてるから。ああ、昨日の小松菜は食べてるみたいだね。最近というか前回の動画でブルーベリーをあげるチャレンジしましたけども、はい、なかなか食べてくれず。そう、小松菜と一緒のタッパーに入れて、うん、一時ブルーベリーなくなったんですけどね、なくなったんですけど、その犯人はカラスです、ね、カラスだったと。悲しいよ、あれ、よいしょ、はい、まあ、カラスもね、こう暑いとね餌が、そう、あ、見つけにくいだろうね。でさ、カラスがもうここだけじゃなくてあちこちに来てる理由は涼みに来てるらしいです。へえ、あ、黒いじゃん、日陰、日陰、日陰で、まあ近くに何なら餌あるしって、水も餌もあるから来ちゃうんじゃないかという近所の漁師の方の。なるほど、はい、でもあれだよね、もう怖いの関係ないんだ、恐怖関係なく来てる、来てる、だって釣ったのにね、新しく、そう、もうそれも、それすら多分漁を取りたい方が勝つんでしょう。俺がワンチャン考えてるのは、うん、その冷凍保存したやつを解凍してやってるから、うん、そのジェネレーションが違うんじゃないか。まあ確かに知り合いではない、知らんやつが死んでんの関係ねえわみたいになってるんじゃないかと思うんですけど。関係ないわってなるかな。でも釣った時も全然カーカーは全然言わなかった。へえ、いつもと違うね。まあでもいじめに来てるわけではなく涼みに来てるんだろうっていう展開です。まあそれであれば、そうね、我々もね、そんなに寛大な心を持って、うん、ね、黒い羽で生まれてきてしまって、そう、暑いだろうにって、ね、白くしてあげたいよね。カラスのアルビノって白いのかな。あ、うん、白い、いるの、珍しいけどいると思います。でアルビノだから赤い目なんでしょう。でもね、白いと大変そうだよね、なんか超目立たない。そうそう、なんかさっさとトンビに捕まえられそう。ん？さっさとトンビに捕まりそう。ああ確かに。カラスだと思われなそう。カモメ？あ、カモメに紛れて生きていけるんじゃん。ねえ。カラスの群れに入れなくて辛いかもしれない。うん。そうやってやがてね、海鳥として生きていくんです。お湯が、お湯。お湯？いや、ホースの中がお湯なんですよ。しばらくお湯が出てくるんだよね。そう。そのお湯にはなかなか使い道がないんですよ。よいしょ。あ、でもバケツ洗うのはいいけど。うん。あ、猫にやられたアキレス腱が痛えぜ。おはよう。今日も暑いね、口開けっぱなしだね。おはよう。君はオスなんだろう。あ、友達くれんのかい。機敏な動き、元気そうで何より。オスはダメだ。お水待ってるんでしょ。昨日もお水飲んでた。タプちゃんは多分今日ももしかしたら撫でさせてくれるかもしれない。うん、お前ももう十分慣れただろ。パンチ。今日はやだ。どこ行っちゃったし。自分屋のエミュー。あ、で、はい。お値段、この間さ、グエーっていうのをさ、ああ聞いたじゃない。うん。それ言ってみたら、うん、やっぱオスとメスなんじゃないってなって。うん、だよね。やった、交配できるって、この間。うん、
テニス行った車の中で。なんか見れば見るほどそんな感じが、わかんない、先入観かもしれないですけど。でも1話が泣いてんのにもう1話が泣かないなってことあんの？ね。どんどんどん、ドンキドンキホーツで、どん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 、グエグエ、ダチョウの人はグエグエって鳴くらしいですよね。日陰行こう、日陰。帰ってきた。はい、2人とも日陰ね、涼しいでしょ。あ、お水飲みそう。どこどこどこ飲むか。あんたどきなさいよって感じ。あんたつけて。あ、自分で角に。今日はそんな気分じゃない。今日は座らなそうだね。うん。あ、でもさっきよりもケツの毛が上がったけど、座ったし。あ、はい、ぺっとり。何ですか、今日も毛づくろいですか。はい。あ、いいですね。いや、どうせならさ、日陰でやろうよ。日陰でやんないとさ、暑くない？お互いに。ね、毛づくろいしてる方もさ、風邪してる方もさ、クソ暑くない？大丈夫？ね、暑いよ、俺も。ね、いや、もう自転車のサドルより暑いよ、ここ。大丈夫？ね。いいジャングルですね。よいしょ。ミニジちゃん食べない？干からびてるけど。エミュー、メス、ケツです。ケツ、なんだろうね、ケツをむしってる理由は何なんだろう。うん、お産に向けてブリッと出るとこ向いてるとか。まあ、でも確かに普段見えないよね。うん。ねえ。早くない？準備。エミューの産卵期って11月とからしいですよ。産むといいね。なんだね。いや、でも、日陰に行こう。え？日陰に行こう。え？あ、そんな来なかった今。どっち今。いや、こいつだけどさ。この子？うん。ダチョウあんな声出さない。出さない。やっぱり。おー、押すのかもしれない。今、言ったよね、たぶん。完全に言ったよね。イジ君かな？萌えなら知ってんだろ？萌えなのやつの正体知ってんだろ？知ってる。なんだろう？メスがこういうことをするのかな？オスに毛をむしらせるみたいな。そうなんじゃない？うわ、すごいくちばし。ギザギザしてる。歯じゃないんですけど、くちばしがね。くちばしがね。足がギザギザしてて。物をつかみやすそう。ダチョウみたいにペッターンじゃなくて。そうだね。あの、今日のこの映像良くない？いいね、サムネイルだ。美しい。あ、確かに。お前、オスなのか？泣いたね。今泣きましたね。完全にオスですね、タプちゃん。あの方オスですね。あなたご存知だったんじゃないですか。
ボンボンボンじゃなかったね。ね。ゴー。ゴー。あなた暑いから早く日陰に入りなさい。日陰に行こうよ。自転車の担当により背中が暑い。うん。ほら日陰、そこの木陰でもいいけど。本当だよ。決定的瞬間が入ってるといいな。いや、ピンマイクだから入ってないんじゃないかな。入っててほしいね。ちょっと確認して入ってたら、うん、もうタイトルを衝撃メスだと思ったがオスだった。でもなんだろう、確定ではないけども、お、やがりそう。いいね、このまま仲良く、エミューも繁殖させてくれ。そうだね。いや、エミューのヒナ可愛かったし。うん、なんかワニさんのこと今は外に出してるらしいね。ああ、大きくなっただろうね。はい、ということで、はい、今日のエミューでした。エミューでした。はい。